D3 は第一次世界大戦末期にドイツの G メンス・シュッケルト社で開発された単発のレシプロ戦闘機である。上昇力に優れた機体だったが、登場した時期が遅すぎて戦局に寄与することなく終わった。G メンス・シュッケルト社が自社製のエンジンを搭載した戦闘機として開発した D2 戦闘機の生産型が D3 で、 1917年末に原型機が完成した。太く短い木製セミモノコック構造の胴体を持ち、4羽プロペラに大型スピナーを取り付けた全体的にやや寸詰まり気味のずんぐりした機体であった。最高速度は時速 180km と当時の戦闘機と比較して優れたものではなかったが、上昇性能は素晴らしく、高度 5000m まで。 約13分で到達することができた。これは当時の主力戦闘機が同じ高度に達するまで30分以上かかっていたのに比べて驚異的な数字であった。加えて運動性も良好だったためドイツ軍は本機を本国の防衛用の戦闘機として採用した。1918年1月から収益を開始し約80機ほどが生産された。 さらに改良型のディバイディッドが4月から収益を開始し約120機生産された。D3 と D4 の大きな違いは主翼の幅だったが、性能上は大差がなかった。卓越した上昇性能を備えていたが、投入された時期が遅すぎた上に迎撃任務という第一次世界大戦における航空戦場では華々しさに欠ける用途の期待だったために、 大した活躍もなく、終戦を迎えることとなった。ありがとうございます。